こんにちは。今日はコンパクトな新デザインで生まれ変わったホットクック G シリーズをご紹介します。進化ポイントは3つ。進化ポイント1、使いこなし応援機能とクックリスト機能新搭載。進化ポイント2、自動で混ぜるメニューのバリエーションが増え、生クリームの泡立てもできる。進化ポイント3、コンパクトな新デザインで小スペース化を実現。進化ポイント1の使いこなし応援機能とクックリスト機能は、自動調理鍋を使ったことがないから使いこなせるかな、そんな不安を吹き飛ばしていただけるような、購入後の使いこなしをサポートする新機能です。お客様の使いこなし度に合わせてメニューレパートリーがどんどん広がっていくように、お客様それぞれにぴったりのメニューをご提案するのが使いこなし応援機能です。使い始めの方にはホットクックの無水で混ぜるメニューの代表である肉じゃがやカレーなどのメニューをおすすめ。基本の使い方をマスターした方には低温メニューや炒め物、蒸し物などのメニューをご提案。いろいろなメニューを順番に挑戦してメニューレパートリーを増やしていただけるようにしています。さらに興味のあるレシピをまとめてチェックできるクックリスト機能を新搭載。クックリスト機能とは、テーマごとにメニューを厳選してまとめたものです。例えば厳選旬食材、季節感を楽しんでいただけるよう旬食材を使ったメニューをピックアップしています。世界の煮物はボルシチやトムヤムクンなど、お家にいながら旅行気分を味わっていただけるようなメニューをおまとめしています。進化ポイント2、今回のホットクックは自動で混ぜる機能がさらにパワーアップしました。混ぜ技ユニットの最大回転スピードが約2倍になり、生クリームの泡立てまでできるようになりました。さらに F シリーズでは食材を茹でるだけだったポテトサラダが、茹でから潰しまで自動でできるようになりました。コロッケの具なども作っていただけます。また F シリーズでは卵を自分でほぐしていただく必要のあったオープンオムレツですが、今回卵のかき混ぜなしで、卵のほぐしから焼き上げまで全て自動でできるようになりました。これは自動でかき混ぜる機能のついたホットクックでしかできません。進化ポイント3のコンパクトになった新しいホットクックは、もう少し小さければ置きやすいのにというお客様の声から生まれました。今回 2.4 リッターと 1.6 リッターこの2モデルが、容量と可愛らしさはそのままに小スペース化を実現しました。 2.4 リッターは横幅が F シリーズより50ミリ小さく、 1.6 リッターは横幅が F シリーズより34ミリ小さくなりました。一般的な90センチ幅のキッチンボードなら、ヘルシオの横に 2.4 リッタータイプのホットクックを並べておいていただけます。コンロやシンクの横のスペース、炊飯器置き場などコンパクトになることで、より多くのご家庭で置きやすくなりました。ラインナップですが、 2.4 リッターの HW24G 赤と白、 1.6 リッターの HW16G 黒と白、 1.0 リッターの HW10G 黒と白、こちらの3機種です。ホットクック G シリーズはユーザーに寄り添い、購入後の使いこなしまでサポートします。クラウドサービスでこれからももっともっと進化していきます。お楽しみに。